うさうさ、つむつむ、僕の名前はうさつむりー。エソラゴト計画,計画始まるよというわけで始まりました。エソラゴト計画でございます。 ゴールデンウィークもど真ん中の方になりまして、皆様、いかがお過ごしでございましょうかあのですね、実はですね、私ですね、ちょっとしたおもちゃを今、うん、手に持ってるわけでありまして、それは何かというと、ちょ,ちょっとやりますね。あのこここんな、こんな感じでですね、はい、こ,こ,こ,こうで。で、え、なっんて、そうなんです。ウクレレなんですね。あのー、 まあ昨年から今年にかけて、去年の段階でもうちょっとピアノはダメだなーって感じになりまして、キーボードならね、まだ抑えられるかなとも思ってはいるんですけども、なかなかね、えー、ちょっと右手の具合がなんていう感じ。まあこれはですね、ギターにも言えまして、僕はあのライトゲージっていうのを弦で貼りましてですね、どちらかというとちょっと固めの弦を張りまして、そんでバンバカストローク、ピックを持ってやるパターンの演奏するもんですから、もうね、自分がこう弾いてて、 こうもどかしくなってしまうという部分があったりなんかするわけでありましてそれでも楽器はですねなんとかやっていきたいなというふうには思っていたんですがあのここに来てですねそうだちょっとウクレレってどうかなと思ってえ触ってみたところ意外とですねはいあの体がちゃんとこう覚えていたというかですねそれと同時にですね4本の弦でえそしてですね押さえやすい開放弦だけで押さえてであのー

ね <laughs> ね、C, C と F と G で本当はもう、まあ、ちょっといろんなことするんだけどもこれこれだったらいけるぞとこれだったらいけるぞと、えー、それからですねまあこれやるにしても今ちょっと左で振ってるんですけども意外といい運動になるんですよリハビリになのでですねこんなこんなおもちゃをですねまたちょっとですね 使わさせていただいて、えー、皆さんに何かできたらいいな、なんていうですね。まあ、そう、健全な、もう健全な悪巧みを今、させていただいているわけでありまして、はい、いい感じですよね。えぇ、ー、まあ、ウクレレというのはですね、昔、ダミ声祭りなんていうのがあった時にはですね、まくまにこれ一本で、こう、バーンと出ていってですね、それも幼稚園児の格好をしていって、どんな舞台なんだ、なんていう感じなんですけれども、えー、クジラさんや、 石原慎一さんや、もうね、本当にですね、年齢が近い人たちとですね、やらさせてもらって、えー、やっぱりね、もう本当にあの舞台生きているところのところにいるのは僕はもう大好きなもんでありまして、今の衝撃場さんの大変な部分っていうのもあるとは思うんですけども、ここはね、ちょっとばっかりですね、頑張っていただきたいな、なんていうふうに思うわけでありまして、まあ、あとですね、あの、どん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 と喋ってしまう人間なので大事なことを言わなくちゃいけないですね。あの、 やっぱりこれもですね、皆さんからですね、言われていたもので、<laughs> やらさせていただこうと思うんですけども、さてさて、お待ちどうさまでした。<laughs> 何がお待ちどうさまなのかというと、前回も前々回もものすごく好評だった、やらないんですかって言われていた、塚尾さんの深夜の飯テロ。今日はですね、鶏肉の甲羅煮を行きたいと思います。 もう前回も前々回もど真ん中深夜にやっちゃったんですけども、今回はですね、お酒のあてになるっていうことで、これぐらいの時間に皆さんにお届けできればっていうことでですね、ぜひご覧ください。そう、料理しなくても OK と書いてありますが、調味料もね、醤油は欲しいです。鶏肉のコーラに。さあ、材料ですけれども、鶏もも肉、醤油、コーラ。で、これ、生姜は欲しいです。これで大事なのは、 フライパンの大きさ、これぐらいがいいですね。コーラと醤油を2対1の割合で入れて煮るんですから、小さい方がいいです。フライパンは。そして、アクはね、ちょっと頑張ってちょっとすくってください。そうすると煮汁がなくなってしまうので、お水足しても大丈夫なんですよね。15分ぐらいしたら火を止めて10分放置。この放置が大事です。この飴色になるんですね。 さあ、これを、ちょっと、ちょっと厚切りが美味しいです。そして、使おうさんずるいなと思うのは、そうなんです。長ネギときゅうり、めちゃめちゃ合います。これね、この一手間っていうのがね、なかなかできなくて、このまんまでも美味しいです。ネギはですね、みじん切りでも美味しいです。そして、そうです。レモンハイ合います。ぜひ、お試しあれ はい、いかがだったでしょうかイエーイ <laughs> どこじゃないキーいて違う。これだ。えー、塚尾さんの深夜の飯テロ。あの、ここのところ塚尾さんがアップしていないので、あの、アップしていただければいいかななんていうふうに勝手に思っています、まあ。なぜかというとですね、これはですね、何が大事かというと、はい、<laughs> ウクレレマンタンだな。 あ塚尾さんがアップしてくれるとですね、私それにナレーションを,をつけさせていただいて、非常にいいリハビリができるんじゃないのかな、ということになるわけでありまして、えー、今日もですね、マウスピースを外しているので、立ててっッ言った方にはならないようにはなってるんですけれども、喋るということはですね、ちょっと開けてしまうと、やっぱりですね、あの、劣化してしまうかな、ということで、今はですね、ちょっとウォーミングアップもさせていただいているわけですね。えー、ご存知の通り、5月5日、 NHK の FM でですねまたまたですね楽しい番組も放送されると思いますのでその辺はツイッターやブログやそれからフェイスブックなんかでもですねどんどんと紹介をしていこうかなというふうには思っているんですけれども、えー、その、うん、番組に出るためにもですねしっかりとですねウォーミングアップはしとかなくちゃいけないかなというふうに思うわけであります。今のこのこ状態だと机強制元気じゃねえか いやそうなんです。あの、逆にそういうふうに思われて、ね、えー、いた方がいいかな、なんていうふうにも思う次第でございましてですね。しっかりとですね、皆さんにですね、声を届けたいというふうに思う次第でございまして、その上に、 またちょっとおもちゃをですね、えー、ウクレレというおもちゃをですね手にしましたので、えー、楽しいことをですねお届けできればかななんていうふうに思う次第でございます塚尾さんまた使わさせてもらっちゃいました本当の塚尾さんのですねあの長ネギもう白髪ネギですよねああいうのをですねしっかりと添えて上に添えたりとかもうきゅうりの切り方かわいいなんていうふうに思うんですけども皆さんあれですよ甲羅には 鶏肉だけでも、ちょっと厚めに切ってですね、非常にお酒の当てになります。ビール、そして塚尾さんが飲んでいたレモンサワー、やっぱりその辺あたりですね。ゴールデンウィークも真ん中に差し掛かって、いろんな決定がね、この後出てくるんだと思うんですけども、 まあ我々庶民はですねその決定の中でできることをやっていくっていうことになるんだと思いますしえいろんな思惑もあると思いますがしっかりとまずはコロナウイルスがですね、消えてなくなることはないにしてももう我々にですねうつることがほんとなくなってくれるっていうような形にですね、なってくれると良いですよねしっかりとですねその辺あたりを皆さんと楽しみながら前へ進めていければいいかなというふうに思う次第であります。 それでは今日はこの辺にしておきます。どうもありがとうございました。バイバーイ。